ことぶきみなこのパンパンマジことぶき。皆さんこんにちは、ことぶきみなこです。先日は生配信ご覧くださりありがとうございました。まだね、その生配信ご覧になってないという方はぜひともアーカイブ残ってますのでチェケラー。さあ、その生配信の中でもお話しさせてもらったんですけれども、ことぶきみなこフォトブックカレンダー2022カパ発売決定です。イエーイ。このね、イギリスにいる間に実はずーっといろいろ撮影をしてきておりました。なのでそれがようやっとこさ一冊のものに、フォトブックとしても、そしてカレンダーとしても楽しめるものにまとまるということで、ぜひ皆さんに楽しんでいただきたいなというふうに思います。で、そのフォトブックカレンダーカッパー、まあカッパー自体はですね、カップオブティーっていう、まあね、イギリスのスラングなんですよ。お茶をよく飲むイギリス人がですね、Would you like a cup of tea? ってこうフルで使うよりもこう楽にね、 Would you like a cup? みたいな感じでこうショートにねして、略語的な、それでよく使われるこの単語カッパー、お茶を飲みながらぜひともこのフォトブックカレンダーを楽しんでほしいなと思って名付けてみました。で、そのフォトブックカレンダーカッパー、どんな感じで撮影されていたのかっていうのを今回の動画ではご覧いただきたいと思います。ぜひともお茶とともに楽しんでください。チェケラー。マジことぶき。綺麗。すごい。We bought Timbers. A little bit of water as well. Yeah. Okay. ちょっと待って。Okay, perfect. It'd be good. Nice.Okay. Yeah, down here. There's a couple of portraits up here, should we? Headshots and...
ということでお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、この撮影シーンは一部、本当に一部なんですね。なので実際のフォトブックカレンダーカパの中にはもっともっと盛りだくさん、ちゃんと12ヶ月分いろいろな写真盛りだくさん、そして私がこのイギリスに来て感じたことだったりとかも文字としてエッセイ的な感じでね、いろいろな思いも綴っておりますので、ぜひとも手に取っていただきたいと思います。こちらはですね、現在予約受付中となっておりまして、11月14日日曜日23時59分までという風になっておりますので、お見逃しなく。さらにこの発売を記念していろいろイベントだったりオンラインくじだったりとか楽しいこと盛りだくさんなので、詳細は概要欄の方チェックしてください。よろしくお願いします。以上、ことぶきみなこのパンパンマジことぶきでした。バイバーイ。